緊急治安対策プログラムとは、2003年8月に国家公安委員会及び警察庁が策定し、警察が当面、緊急かつ重点的に取り組むとした政策である。2003年を治安回復元年とすべくして3年を目途に、計画、実施、評価、改善からなルプ度カサイクルを実行する治安の総合対策である。当プログラムによって、 警察庁の刑事局に、組織犯罪対策部、警備局に、外事情報部、生活安全局に、情報技術犯罪対策課が新設された。また、地域特性に応じ都道府県警察において、緊急治安対策プログラム、または同等なプログラムが策定されている。犯罪情勢の主要要因に、来日外国人による、組織的な犯罪、拳銃及び、 薬物の密輸、密売事件、暴力団等による犯罪など、組織を背景とした巧妙な犯罪が、深刻化し、2002年の刑法犯認知件数は285万3739件と7年連続で、戦後最多を記録した。経済社会は、急速にグローバル化、IT 化に向かい、時代の変貌に伴う、犯罪情勢は、国際テロ、 北朝鮮に関わる問題、サイバー犯罪、サイバーテロなど、組織化した新たな脅威に直面していた。悪化の一途をたどる日本の治安水準を、危険水域にあると位置づけ、犯罪対策全般を包含して取り扱う、総合的かつ、各省庁の横断的な枠組みを設けた、緊急治安対策プログラムによって、有効適切な犯罪対策を推進するとした。 同時に、警察の不祥事が相次ぎ、日本国民の警察に対する信頼は大きく、失墜し、国家公安委員会の要求によって、警察刷新会議を発足し、2002年7月に、警察刷新に関する緊急提言が提出され、国家公安委員会と警察庁は、警察改革要項を策定している。社会が急速に変貌を遂げていく中で、 国民生活の安全と安心、そして信頼を確保することは行政に求められる基本的な責務として、警察庁は緊急治安対策プログラムの推進によって治安対策の実行を起きそうとした。警察庁は緊急治安対策プログラムの推進に関して約3年経過した2005年上半期までの推進状況とその過程で把握した。 問題点を可視化する緊急治安対策プログラムの推進に関する総合評価経過報告書を公開した。翌年には引き続き緊急治安対策プログラムの施策を実施するとともに情勢の変化を踏まえ進化させて実行すべく治安再生に向けた7つの重点を策定した。7つの重点項目は安全、安心な街づくり、 重要犯罪等に対する捜査の強化、組織犯罪対策、来日外国人犯罪対策、テロ対策と、諜報事案対策、サイバー空間の安全確保、重点的な交通安全対策、治安基盤の強化からなる。2007年には、総合評価書によって、緊急治安対策プログラムを通じて決定してきた施策が、総合評価された。治安悪化の使用要因である。 外国人犯罪の組織化、暴力団の存立を支える資金源や協力者、これら犯罪の観光を容易にする犯罪インフラといった反社会的勢力による治安再生を妨げる要因も考えられている。警察庁は、教科書による評価の結果を踏まえ、今後とも都道府県警察とともに、これまで進めてきた対策を強化するとともに、 残された課題の分析及びその対策の検討を進め、官邸機関、団体や国民とも連携して、真の治安再生に向けた取り組みを強力に推進する、こととした。警察刷新に関する緊急、提言警察刷新会議平成12年7月13日、警察改革要項平成12年8月。 緊急治安対策プログラム犯罪に強い社会の実現のための行動計画から世界一安全な国、日本の復活を目指してテロの未然防止に関する行動計画犯罪から子供を守るための対策に関する関係省庁連絡会議子ども安全安心加速化プラン治安再生に向けた7つの重点ありがとうございます